生誕110年吉田健一展文学の楽しみということで、こちらを、豪華なゲストの方々と一緒に回っていきたいと思います。吉田健一は決して自分のことを、なんていうか、いわゆる英文学者っていうふうには規定してなかったとは思うけれども、でもやっぱりこの三島由紀夫から吉田健一に宛てたハガキが2枚、今回展示されています。ザハルトですね来年、来年春頃。こんにちは、セザルです。本日は、県立神奈川近代文学館に来ております。本日はですね、生誕110年吉田健一展文学の楽しみということで、こちらを、豪華なゲストの方々と一緒に回っていきたいと思います。まずは東京大学教授の、武田正史さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。武田先生、本日は吉田健一展ということで、どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、とっても楽しみにしてきました。私も吉田健一の作品についてはもうずっと愛読してきているので、また今日はね、いろいろ新しい資料も見れるかもしれないということで楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、武田先生からは英文学の観点からいろいろなお話を伺っていこうと思います。はい、とあとはもう一方、実は今撮影していただいています作家の川本直さんにも、来ていただいておりますので、主に武田先生と、川本さんから、吉田健一について多角的に、お話をいただこうと思います。それでは早速いってみましょう。まず吉田健一は、ご存知の方も多いと思いますけれども、1930年に英国に渡って、ケンブリッジ大学で実質、勉強した期間はそんなに長くなかったんですけれどもね、滞在して、非常に彼の文学に対する取り組み方とかを決める上で重要な意味を持ったというふうに言われてますよね、このケンブリッジへの滞在が。でキングズコレッジっていう、コレッジ、そもそもケンブリッジって32かな、コレッジに分かれていて、ケンブリッジ大学っていうその大きな大学の中にね、小さなコレッジがたくさん集まってるんですけど、大体そのケンブリッジの学生はそのどれかに、所属することになるんですね。で吉田健一はキングズコレッジというところにいたというわけですね。キングズコレッジってというか行かれたことありますか？ないです。武田先生はキングズコレッジ。私はキングズではなくて、ちょっとその近くにペンブルクコレッジっていうところに実は、いて、勉強したことが、たまたまあるんですけれども、キングズはとにかく名前からしても、イメージでわかると思いますけどね、非常に大きなコレッジで。有名なのがね、これちょうど映ってるんですけど、このチャペルがありましてね、このチャペルが非常にケンブリッジの中でもね、一番大きなチャペルとして知られていて、キングズコレッジクワイアっていうね、合唱隊でも有名です。でとにかく、ケンブリッジを象徴するような建物で、要はとても有名なコレッジなんですよね。だからそこに入れてるっていうことも、多分吉田健一は吉田茂の息子っていうこともあるから、多分割といい待遇を受けたんだろうなっていうことは。かなりエリート級の学生が集まるところですよね。そうだったと思います。あと有名なところだったら、経済学者のケインズの、このキングズコレッジですから。ある意味ブルームズベリーグループの、だからそういった場所です。そうですね、文化の香りの高い場所でもあるわけです。吉田健一さんの二人きりでね、ランチを食べたこともある。イエン・フォースターはキングスコレッジの、に住んでたんですね。テロ扱いでしたっけ、だからそれだけそういう、なんていうか、ルックス、ブルームズベリーグループの、そうですね、そういう雰囲気の中で吉田健一も、まだね、若い吉田健一がそうやって非常に多感な時期に、影響を受けたということになるわけですね。で今ね、これ見るといろいろとこう手紙なんかも収められてましてね、で私初めて見る資料なんですけれども、いろいろあって、例えばこのね、ルカスっていう吉田健一がケンブリッジ滞在中に、指導を受けた2人 の, 先生のうちの1人ですね、ディキンスンとルカスという、2人の先生いたんですけど、そのルカス先生に宛てた手紙っていうのがあるんですね。これもなかなか
興味深いですね。吉田憲一の交友録というね、はい、著作がありますけど、あそこでもあのこの、まあ、先ほど少し名前挙げたディキンスンとルカスに対する詳しいね、あの吉田自身の解説があります。まあ興味がある方はね、そちらを読むといいかなと思います。ね、まあいろいろとあの見てきたんですけれども、まあね、あの吉田憲一のデビュー前 の、ね、あの様子とか、まあ、いろいろ興味深いあの展示もありましたけれども、まあ、一応その英文学研究者の端くれとしてはね、やっぱり私吉田憲一 の、 あの数ある著作の中で、まあ、イギリス文学について書かれたもの、まあ、吉田は決してイギリスとは言いませんけど英国で書きますけど、はいはい、あの英国文学に関する、はい、あのまあ、著作っていうのがどうしても私の関心の中心になります、はい、であのその中でもですね、この英国の文学、これがですね1949年に最初刊行されまして、はい、まあどうなんですかね、まあ、川本さんお詳しいと思いますけど、まあ、実質的にこれが何ていうのかな、あの、まあ、評論家というか、単著ですよね、まあ、間違いなく単著としては、まあ、あと翻訳デビューっていうことでいいわけですよね。それまでに発表した評論とかも商業とかのあっても、うん、文芸誌とかね、そういうように、うん、もしくは同人誌に発表されただけで、うん、本にはまとまらず、うん、あとは翻訳だけですから、うん、翻訳は正確に単著ではないので、うん、完全な単著この英語の文学なんですよね、で単著デビュー、ね、1949年。だ吉田憲一は決して自分のことを、まあ、なんていうか、いわゆる英文学者っていうふうには規定してなかったとは思うけれども、でもやっぱりこの英国の文学でデビューするっていうことを彼は選んだわけだから、やっぱり英国の文学に対する思い入れっていうのはすごく強かったんだと思うんですね。でこの本はやっぱり、まあ、こういう研究者みたいな人間から見ると結構面白い、っていうのはいわゆる教科書とは全然違います。英国の文学についての教科書とは全然違って、本当にこの吉田憲一という人自身の考える英国の文学像、そしてそれがですね、同時に吉田憲一の考える文学像そのものにも通じているわけですよ。そこがやはり非常に面白くて、でまた同時に、まあ、ややこれはね、あんまりこうやって強調しすぎちゃいけないかもしれないけど、1949年っていう、まあ、もう本当敗戦後間もないね、はい、あの時期に書かれていたっていうことも非常に意義深いと思うんです。その吉田憲一って、まあ、この辺 の、 その藤川義之先生による非常にこう管理して用を得た解説が書かれてますけれども、やっぱり文学っていうのはある意味では我々の日常の生活と地続きのものであるということを常に彼は言っていますよね。でその原点がだから吉田憲一の見た英国の文学にある。でこの英国の文学で面白いのは、彼はやっぱり英国の文学っていうと、川本さん、まずどうですかね、小説なんかでいうと、まあ、ディケンズとか、ね、そういうのを思い浮かべると思うんですけど、吉田憲一は決してそのディケンズだのサッカレーだの、まあ、ブロンテ姉妹だのそういったところ、まあブロンテ姉妹は訳もしてますけど、でも、まあ、そういったいわゆるこうなんていうか有名なビクトリア朝の大小説家っていう人たちを高く評価してるわけでは決してない。そうじゃなくて、その前の18世紀とかに結構注目をしていて、かなり長いページを18世紀文学に割いてる。でこれも実はこういう英国の文学に関する本としては珍しいことです。でそこで何を強調しているかっていうと、18世紀の英国の文学っていうのはまさにその一人一人の作家っていうよりも、18世紀の、ね、英国の文学作品をこう並べていくと、そこに英国の生活が浮かび上がるのだということを言ってるんです。あと生活描写もしてますよね。初版ではイギリスの、ね、冬がいかに寒いか、家の、ね、冬がいかに辛いかということを延々書いてます。それは絶対やっぱり戦後の日本の荒涼たる風景の中で書かれていたから、そのいかにイギリスの冬っていうのは辛いか、そしてその辛い中でこんな豊かな文学が生まれたんだってことをやっぱり吉田憲一は書きたかった。それはやっぱ、まあ、吉田憲一、まあ、あんまりそんな、なんていうのかな、素直にこう、
あのみんな頑張ろうみたいなの書かないけれども、そう、それはダクチャイっても嫌いですね。ちょっとあのみんな生活つらいかもしれないけど、でもそんな中でも豊かな文学は作れるんだよ、文化は作れるんだよっていう吉田健一のメッセージなんかもね、感じられますよね。でそういった意味でやっぱりいろんな点で吉田健一がこの英国の文学でね最初のスタートを切ったっていうのは、まあ、面白いのかなというふうに私は思います。ですね、あと武田先生がおっしゃったように18世紀文学ってそれ以前がすごく重視されていて、19世紀文学はほとんどスルーして、うんうん、あとはあの世紀末の方に行ったじゃないですか、ね、それで右往とかにも軽く触れますよね、うんうん、で英国の文学シリーズは3部作なんですが、英国の文学シェイクスピア、英国、 あの英国の近代文学で終わります。でほとんど主張が実はヨーロッパの世紀末晩年のね、あのブレイクしたのは本当に60と遅いんですが、うん、あれと実は主張は変わってない気がしますね。うん、あ、そうですね。18世紀までがすごいあの、うん、とてもよくて、ビクトリア朝の19世紀がダメで、19世紀末からまた始まるんだ、まあ、一概にダメとまでは言ってないんだけれども、あのかえってそれはやっぱりそこもですね、やっぱり戦後の作家なんだなっていう気がします。あの戦中からねもちろんあの、活躍はしてるんだけれども、でもあのやはりそのまあこういうことも吉田健一はあんまり目くじらを立てて言わないけれども、やっぱり帝国主義的なね、19世紀の特にイギリスはそうですね、政治が結局その、まあ、悲惨な世界大戦に終わったということも、ね、彼の中では、まあ、当然苦い記憶としてあるわけで、あのひょっとしたらそれは吉田健一自身の戦時中のね自分の文筆活動への反省もあったかもしれないかもしれないけれども、ともかくもやっぱり吉田健一っていう人はそういった、まあ、帝国主義的なあ、まあ、拡張政策なんかに通じるようなね、そういうその、まあ、政治の在り方、国家の在り方、そしてそれと関連した文化っていうものはあまり好まない、ね、うん、マイナー頃にですね、野暮だって言いますよね、そんなの、うん、まあ、そこがやはり吉田健一の一つ筋の通ったところだったんだと思います。政治から批判するんだけどね、もう野暮とかそういう言い方をしますが、うん、決してそのマイナーなものの方に行くみたいなところありますよね。でそれが吉田健一自身の文章にも表れているし、また彼がね創作なんかにあの足を踏み込んだ時にも、彼の小説っていうのも決してそのいわゆる大長編小説とかあの社会全体を描くぞっていうものではなくて、本当にありのままの社会のその性のね、人生の流れそのものを淡々と書くっていうね、彼の吉田健一のあの小説の書きぶりなんかにも、もうこの英国の文学の時代から一貫したものがあるということは言えると思います。まああのいろいろと吉田健一のあの執筆活動についての詳しい展示があり、まああのその後ちょっとこうなんていうのかな、あの第2部みたいな形でこうその他のねあの、作品なんかについての解説もあの展示があるわけですね。でここはあの翻訳に関する、まあ、展示っていうことなんですけれども、あの、まあ、吉田健一、まあ、自分でもたくさん書いてるし翻訳もすごく多いわけですよね、うん、でその翻訳されている作品っていうのも実に多岐にわたっていて、うん、まあ、こういうふうに改めてね見ると非常に興味深いですよね、うん、あの明らかに吉田健一が評論とかで高く評価している作家のものもあるわけですけど、うん、あのまあここのね解説で書いてある中では、まあ、あのもちろんイーブリー・ウォーであるとか、まあ、あと E.M. フォースター、先ほど少し話に出ましたけど、まあ、実際に会ったこともあるということでね、うん、あのやはり彼にとっては重要な作家だったのかもしれないですけれども、まあ、そういったあの作家の翻訳もあるし、あとはあの、まあ、英国の文学、英国の近代文学なんかでも高く評価をしているローレンスの翻訳なんかもあるわけですよね。他方であの、まあ、多分吉田健一そんなに好きじゃなかったんじゃないかって思う、わかんないですけど、あのはっきりそうは言ってないから、ロビンソン・クルーソーとかも訳していて、でこれ最近実はずっと新潮文庫で吉田役で出てたんだけど、ごく最近になって他の方 の翻訳に変わっちゃったんですけど、まあもちろん変わっちゃったって言ったけど、あの他の方の役も素晴らしい役ですけどね、あのただ
なかなかね、このロビンソン漂流記って訳されてますけど、この翻訳も、まあ僕自身たまたまロビンソン・クルーズを翻訳してることがあって、すいません、テーマミストさん、ちなみに川出文庫から出てますけどもそれはともかくとして、その時に当然規約もいろいろとチェックしたんですけどね、まあ、実に大胆に、よく言えば大胆に、悪く言えば、まあ、勝手に原文を切り刻んで訳してないところが結構だからこれは確かに吉田健一の作品として、まあ、読んだ方がいいのかもしれないですね、うん、こういう、まあ、ロビンソン・クルーソーの翻訳なんかね、まあ、他の翻訳もそうかもしれません、うん、でまたこのあとは興味深いのは、どこだっけな、なんかどっかにあった、これか、オーウェルの動物農場、まあ吉田健一は動物農園って訳してるみたいですけど、うん、これも訳してるんですね、うん、で正直私ね、吉田健一とジョージ・オーウェルってあんまり結びつかないんですよ、うん、ないですよね、ね、やっぱり、いやこれはだからひょっとしたら一面的な読み方かもしれないけれども、 OL っていうとどうしてもそのなんていうのかな、まあ、ちょっとこう政治と文学の問題についてね、かなり考察し、まあ、批評的に小説を書いた人っていうイメージで、吉田健一の書いている文章や小説とはちょっと違うもののような気がするんですよね。でもそういったものにもやはり彼はまあ手を出していたというか、翻訳をしていたっていうのは非常に興味深いですよね。で、まあ、もちろんオスカー・ワイルドなんかね、吉田健一高く評価してますから、そういったものも翻訳をしてっていうことなんですけれども、まあ、実に多様な活動をしていた、うん、まあ、その中にはひょっとしたら、まあね、文筆家としてこう一家をなす前に、まあ、ちょっとこう生活上の必要とか、まあ、そういったこともあったのかもしれないけれども、でもとにかく翻訳という形で海外文学にこれだけこう親しんだっていうことが、まあ、きっと彼のね、文学活動の上でも豊かな、なんていうのかな、礎になったのは間違いないでしょう。あ、一個だけね、ちょっと付け加えると忘れてましたけど、言うのはここでその解説で書いてあるんですけど、ここの展示にはないかな、吉田健一はこのね、ファニーヒルっていう小説も翻訳してるんですよ。これも結構興味深くて、どういうことかっていうと、さっきまあ、吉田健一の著作活動の紹介の中で、うん、確かチャタレ夫人裁判の、うん、写真があったと思うんですけれども、だから、まあ、もちろんローレンス彼翻訳もしているし、まあ、チャタレ夫人の恋人はもちろん伊藤聖が訳したわけだけれども、うん、そういったね、文学におけるその、まあ、性表現の自由っていうことですね。それで吉田健一も、まあ、もちろん伊藤聖のね、側を支持して、まあ、自由を、まあ、擁護する立場にいたわけだけれども、彼自身はこの「ファニーヒル」っていう、まあ、炎症小説って解説されてますけど、まあ、はっきり言ってしまうポルノ小説です。ただ18世紀、1749年頃ですねに出た炎症小説で、これがですね、まあ、実に吉田健一の翻訳ってのは、まあ、見事で、今でもこれも文庫本で読めると思います。まあ、何しろ古い小説なんで、必ずしも英語圏でも今広く読まれてるわけじゃないです、うん、でもね、日本人は吉田健一のそれこそ訳でこれを読めるっていうのは本当に、うん、なんていうか贅沢なことです。で、わかんないけど、やっぱりこのファニーヒルの翻訳なんかをよく見ると、なんとなく吉田健一の文章の独特のこう官能性というのかな、その吉田健一特有の何かエロティシズムみたいなものに通じるものを感じられて、まあ、もしまだ読んでない方がいらっしゃったら、そんなに長くない作品ですし、まあ、私は個人的にはお勧めしたいと思います、ね。まさに吉田健一、こう外国語を読むときに続きが気になる探偵小説だったりとか炎症小説とかをっていうふうに進めてましたけど、彼自身の文学観がこういうふうに如実に表れているっていう側面もあるわけですね。そうですね、もちろんそうだと思います。まあ、翻訳から吉田健一を見るっていうのもね、一つ面白い試みになるかなと思いますね。あ、ファニーヒルの、あ、ファニーヒルありましたね、これが生原稿ですね。やっぱ
翻訳は少しこうね直しなんかもあるみたいだけれどもね、あんまり原稿直さないっていう吉田健一ですが、結構これなんか挿絵が東郷誠司の挿絵なんかすごい多分ねイギリス人のイメージとしてはこのね、まあ、とにかくあの、まあ、クリーランドって訳されてますけど、まあ、クレーランドのファニーヒルっていうのは、まあ、どちらかというとそのいわゆるポルノ小説なんで東郷誠司みたいな人が挿絵を描くイメージではないと思うんだけれども、でもいや実に素晴らしい川出文庫、うん、あの川出文庫じゃないです、しょうごが攻めだったと思う、うん、いやでも香り高い訳です、ね、翻訳ありますけど、あっちもかなり魚だけ思い出があったのか、かなり直してますよね、翻訳の中では。魚は相当多い。あとあれですよね、なんか、オーウェルの役について何かおっしゃってました。オーウェル実は、あの動物農場だけじゃなくて、1984でも、うん、あの実は1984も、うん、1984年、まあ、もごめんなさい1984っていうとなんか村上春樹の小説みたいになっちゃう。1984年も、うん、あの向こうでベストセラーになったから、うん、あの辰野口直太郎と手分けして一緒に大急ぎで訳して緊急出版してるんで、それ片っぽも一緒、あの二人いる役者のうちの片方を仕上げちゃったりするんですよ。そうなんですね。本当にオーウェルとの共通性ってちょっと分からないんですが、うん、でも動物農場には思い出があったみたいですね、うん、あの1980年はもう、まあ、あのなんていうか本当に頼まれて向こうでベストセラー早く訳してくれみたいな感じだったんですよ、うん、だからもしかしたら、そうですね、これからなんか読める機会もあるかもしれませんね、吉田役も、うん、いいですね、ちょっとそういう噂を聞くので、オーウェルを、そうですか、お楽しみにして、楽しみですね、はい。続きまして、日本文学の観点から、日本近代文学研究者の山中武史先生にお話を伺いたいと思います。山中先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、まあ神奈川近代文学館で、吉田健一展が、まあ、開催されました、まあ、私もこれ、じっくり拝見いたしまして、多分吉田健一に関する、まあ、今までにない本格的な最初の展覧会だと思うんですね。で吉田健一を、まあ、日本文学の観点でというようなことなんですけれども、吉田健一という人自体が例えば、まあ、英文学の研究、まあ、英米文学の研究ですね、それからまた近代文学の批評、例えば漱石論とか、ああいったような 一連の、まあ、作品があります。それからまた食べ物、酒にまつわる、あるいは、まあ、交友とか貧乏生活に関する、まあ、自らの、まあ、極めて得意な、まあ、エッセイ、そしてまたいくつかそれほど数は多くはないですが残されている、まあ、小説というものがある、そして最後に、まあ、極めて独特な時間という、まあ、作品もありますね。で、まあ、今回国文学の観点というようなことなんですけれども、つまり翻訳とかあるいは、まあ、海外文学研究というのは、まあ、一旦置いてですね、まあ、何が言えるかというようなことです。で今回、まあ、あの展覧会の方に伺ってですね、まずその肉質資料の多さというのが、まあ、すごかったですね。でまあ、これは翻訳の方に入るのかもしれませんけれども、まあイギリス時代の、まあルカス宛ての書簡というものが、まあ、あれだけ一気に出てきたと、今まで、まあ、なかったものが公に公開されるというのが、まあ、大きなトピックだと思うんです。それからもちろん著書や原稿や、まあ、数々の写真といったようなもの、まあ、そういったようなものもあるんですけれども、とりわけですね、まあ、目を引いたのはですね、私、まあ、三島由紀夫を専門に今研究しておるものですから、蜂の機械の関連の資料というものに、まあ、目が行きました。で蜂の機械の資料、それからまた映像として、まあ、動く、まあ、吉田健一の姿が映っている、つまり吉田茂の、まあ、葬儀の映像というものが会場で流されています。また、まあ、いくつかの書物、はがき等々、まあ、そういったようなところでとても目を引いたんですけれども、概してですね、吉田健一の近代文学的な観点、まあ、翻訳やなんかを除いて、というようなところで言うと、やはり、まあ、エッセイが、まあ、その本堂かなっていうようなところがあるんですね。
で数々のエッセイを、まあ、吉田は物しています。それは単に身辺雑記にとどまらず、何か批評的な観点を持っているもの、あるいはまた交友関係を、まあ、綴ったもの、まあ、様々なものがあります。ただどれを読んでもですね、例えば、まあ、吉田健一はかなりの健啖家で、まあ、酒も飲みますがいろいろなものを食べる、まあ、美味しそうな食べ物をですねいろいろと書いていても、まあ、どれも上品なというか、落ち着きのある筆致で、まあ、綴っていくんですね。そこが、まあ、ボンピャクの、まあ、食べ物飲酒エッセイを書いている人間たちと全然違うところだと思うんです。つまり独自の文体を持っている。吉田健一の文体というのは一見ですねちょっととっつきにくいところがあると思うんですね。ただそれが次第次第に馴染んでいくと、まあ、とても落ち着きのあるスムーズに流れるような、まあ、味があって、まあ、どん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 読ませていくというようなところがあります。今回ですね、展示の中で、まあ、そういったようなエッセイ集の、まあ、著者用に作られたね特別な本なんていうものも展示されていて、私はとても興味を持って、見ることができました。それからまたですね、先ほど三島由紀夫蜂の機械ということを話しましたけれども、三島由紀夫から吉田健一に宛てたハガキが2枚、今回展示されています。おそらく実物が展示されるのは今回初めてだと思います。また同じくですね蜂の機械をめぐって、まあ、三島由紀夫と吉田健一が対立し、まあ、三島が脱退するという、まあ、ドラマがありました。でその際のですね、吉田健一から三島への詫び状で、その詫び状をまた中村光雄なんかが添削したもの、それらの実物が、まあ、公開されているんですね。でこの辺のもの、この辺の肉質資料というものはそれまで、存在すら知られていなかったものが昨年、まあ、神奈川近代文学館の官報の方に初めて、まあ、存在が明かされて、で今回実物が展示されているというようなことで、まあ、私はとりわけそういったようなところに注目してですね、面白く、まあ、時間を経つのを忘れて見入ってしまいました。で、まあ、そういった吉田健一展のお話をしてきましたけれども、吉田健一自身のですね、まあ、文学的な、まあ、価値というか、まあ、試験になりますけれども、先ほど言ったような、まあ、流れるような、独特の文体を持った、まあ、エッセイストであると。で、そこにはよくあるようなガサガサしたあるいは自意識のようなものっていうのがもうなくてですね、いわば大人の文体を持った大人のエッセイである、最初からなぜここまで成熟しているのかっていうような、まあ、感触があると思います。これはやはり、まあ、エッセイスト、まあ、それから小説家でもありますけれども、ちょっと他にこういったような作家はないんじゃないかと思うんですね。でとりわけ、まあ、主演とか、それから、まあ、後期になるでしょうか、こういった金沢なんていうね、まあ、小説の中の代表作だと思います。まあ、お酒にまつわる小説というものを数、まあ、あまり多くはありませんが物しています。でこれもですね、今改めて読んでみると、その独特な文体と相まって、酒の酩酊とある種時間の感覚というものが、まあ、パラレルに語られるような形で、まあ、一種の幻想文学のような形で、今改めて読むっていうことができると思うんですね。そういう意味では、単に、まあ、マイナーポエットが小説も書いたというよりも、もともと持っていた批評眼というようなもの、あるいは最初から成熟していたような文体を持っているエッセイストが、その延長線上で、まあ、小説を書き、そして、その考えというものが、まあ、晩年時間という評論にまとまっていくんではないか。まあ、ちょっと大雑把なまとめ方ですけれども、まあ、近代文学、特に戦後文学の中では、そういったような形で捉えていいんじゃないかと思います。はい。それから蜂の機械で、まあ、三島由紀夫と吉田健一、まあ、一緒だったわけです。
で当時の公開されている三島由紀夫のですね、まあ雑誌発表された日記なんかを見ると、まあ、他の福田恒也や大岡昌平や、まあ、そういったようなメンバーに加えて、まあ、吉田健一と、まあ、面白おかしく過ごしているっていう姿が喝写されています。で三島由紀夫と吉田健一というようなことで、一つの文学上の共通点として、オスカー・ワイルドっていう存在があると思うんですね。でオスカー・ワイルドを、まあ、もちろん吉田健一は、まあ、英文学というようなところから出発して、まあ、フランス文学もありますけれども、まあ、いくつかのものを翻訳さえしていると。で昭和26、27年ですか、要書房というところからオスカー・ワイルドの芸術論というものをですね、吉田健一は、まあ、翻訳出版しています。でその単行本の推薦の字を実は三島由紀夫がしてるんですね。というようなことで、実は昭和26、27年、まあ蜂の機械に入るか入らないかというような時期に、まあ、すでにそういったような共通点がある。でその後、まあ、蜂の機械の会合の中で、三島由紀夫と吉田健一がですね、ワイルドについてどういうような、まあ、論戦を戦わしたのか、意見交換をしたのか、それはちょっと伺い知れないところです。ただし、まあ、吉田の方にはですね、まあ、いくつかの詩の翻訳というようなものもあり、今言った、まあ、芸術論の翻訳もある。また三島由紀夫もそうした吉田健一のですね、まあ、訳行を参考にいろいろにしていたんではないかと思うんですね。一方三島由紀夫の方なんですが、自分で最初に買った文学書とは何かという問いにですね、まあ、岩波文庫のサロメを挙げています。まあ、自分の文学の出発点に、まあ、19世紀末を代表するようなオスカー・ワイルド、しかも、まあ、サロメがあるわけですね。そして三島由紀夫はですね、昭和35年、1960年に、まあ、文学座で、まあ、日那須幸之助の翻訳を使って、自らサロメを演出します。まあ、これも名前だけというのではなくって、かなり本格的に演出をしたみたいなんですね。かなり異例の話だと思います。加えてですね、まあ、ワイルドのサロメというようなことでは、同じく、まあ、蜂の機械のメンバーであった福田恒有がサロメの新訳を新潮社から出版します。そういったようなことで、実は まあ、ああいう耽美的な世紀末文学、まあ、オスカー・ワイルドですが、というような共通項から覗いてみると、実は結構点でバラバラであったような蜂の機械のメンバーの中でも、まあ、吉田健一、それから三島由紀夫、福田恒有、まあ、福田恒有は英文学シェイクスピアの翻訳の流れというのがありますが、そして吉田健一は英文学の批評とか翻訳もちろんあるんですが、ある一点で、つまり、まあ、ワイルドという一点で切り結ばれるっていうような、まあ、新しい視点っていうものが出てくるんじゃないか。そしてそういうようなところを観点から見てみるとですね、実はまあ吉田の持っている文学的な資質と三島由紀夫という、まあの文学の資質と一見正反対のようでいながら、ある点でまあ共通項をまあ持っている。まあ、そんなふうにまあ捉え返してみるとですね、これまあなかなか面白いんじゃないか。で今回、まあ、蜂の機械関連で、まあ、様々な資料がですね、まあ、展覧会で、展示されていますけれども、そういう観点から、まあ、考えてみるというのも、まあ、一つの面白い見方だと思うんですね。はい。それから吉田健一のですね、まあ、いくつもある仕事の中から近現代文学批評、日本の、まあ、近現代文学に対する批評という、まあ、一群の仕事があると思うんですね。まあ、東西文学批評とかあの辺のもの、それから、まあ、大衆文芸辞表とかで、まあ吉田健一の日本近代文学に対する批評っていうものを、まあ、考えるときに、例えばですね、まあ、有名どころでは漱石の批判っていうのがあるわけですね。もちろん、まあ、漱石がイギリスに今留学していた、で自分も留学していた、その留学のあり方というようなところから、まあ、かなりね、ズバズバとズケズケとですね、漱石を批判していくというような形。
でもこれはやはり、全く自分が経験しないでですね、まあ日本で漱石を批判するような形ではなくって、同じような形で、まあ、全く時代は違いますけれども、留学したっていう、まあ、その実体験があってのことだと思うんですね。その辺はやはり自信を持って批判していくと、まあ、この漱石批判については、まあ、賛否両論のところもあるみたいですけれども、まあ自分の信ずるところに従って、まあ、対象を切っていくようなところがある。まあ、今自分の信ずるところというふうに言いましたけれども、やはり吉田憲一自体のある種の文学趣味性というものがそこにはまあ色濃く反映されている。例えば、まあ谷崎の吉野くずなんかを、まあ、かなり評価しているし、それからまた谷崎潤一郎といいますと、まあ、源氏物語の現代語訳を、まあ、やっています。まあ、これもですね、戦前から戦後にかけて何度かですね改訂されて、まあ発行されています。吉田憲一はああしたようなものをまあ読んでですね、とりわけ、谷崎は春金賞あたりから昭和初期あたりからですね、まあ句読点の少ない独特の朦朧体的な文体というものをまあ獲得していく。で、まあそういったような文体の影響というものがそこにあるのではないか。例えば、まあ、吉田憲一のですね、まあ、大体中期から後期にかけて、まあ、ガチッともういかにも吉田憲一っていうような形の句読点の少ない流れるような息の長い独特の文体というのがあります。ああいったようなものが、まあ、一体どこから来るのか。それからもちろん一つは吉田憲一自身の、まあ、ものっていうのがあるでしょう。しかしながら文学的な影響というようなことを考えてみると、海外文学というよりは、あるいはもしかしたら谷崎潤一郎の昭和期以降のですね、タデクー虫とか、ああいったような仕事に起因するんではないかと、まあそういうような、まあ、観点から考えることもできます。あるいはですね、例えばこれは三島由紀夫が言ってるんですが、三島由紀夫と、まあ、吉田憲一がですね、文藝春秋に黒沼健の作品が載ってないと雑誌を読む気がしないなんてことを言ってるんですね。まあ、ああいう怪獣怪物の、まあ、お話っていうものが、まあ、両者とも大好きだっていうようなところが、そして、まあ、吉田憲一はですね、これは大衆文学だから、これは純文学だからっていうような形で、そこに上下の差を設けて、まあ、論ずるってことがないんですね。これはだから逆に言うとあまりにも自由な、まあ、ものの見方だと思います。さすが文学とは本のことであるっていった、まあ、吉田らしいものの捉え方だと思うんですね。つまり一方でエンターテインメントがあり、それから一方に純文学がある。それを自由自在に行き来しながら、まあ、捉えていく。で、それをまたですね、吉田らしい癖のある捉え方っていうのをしていて、まあファンからするとそういう癖のあるところがまた愛おしい、面白い、まあそういうようなところになると思うんですね。だから、まあ大衆文芸辞表なんていうのも単に今、まあ大衆文芸だからこれはこれだけでっていうよりも、まあ、純文学と同等な形で並べてどれだけ自分が本に没頭できるのか、そういうような、まあ、観点で、まあ、好きなものだけを論じていく、まあ、いかにも吉田憲一の、まあ、スタイルがね、そこににじみ出ているんじゃないかと思うんです。まあ、吉田さんの大きな転機になるのがですね、それまでずっと思い込んでいた文学っていうのは小説を書くことだけじゃないということに目覚めた、ね、気がついた、ある時突然気がついた、それから1945年に出る英国の文学っていう作品の中で、英国の文学っていうのは非常にその豊かな実用性だけじゃなくて、まあそやで野蛮な活力がこう拮抗し合ってる、そういうことを、まあ、彼は
英国の文学を読んで発見するわけですね。で、そういうこう非常にそやな野蛮な活力、エネルギーっていうものが、彼の中にまあ潜んでいた、その潜んでいた、野蛮な活力っていうものに彼は戦後も大きく目覚めていくようになるわけです。まあそのきっかけになったのはやっぱり小説だけが全てじゃないという考えと、それからもう一つは多分あの戦争体験だろうと思いますね。まあ彼は短い間だったけども、海軍に、従軍しています。その時にかなりひどい目に遭ったりして、そういう軍隊経験っていうようなこともあって、まあ、戦後はほとんど猛烈な勢いで、まあ、生活を立てていくためっていう目的も大いにあったんだと思いますけれども、ものすごい勢いでいろんなものを書いていく、生きるようになるわけですね。吉田健一は青春を讃えることがなかったっていうことがあります。あの日本の近代文学も私はなんか主にそうなんですけれども、その青春の文学なんですよね。あの非常に大雑把な言い方になりますけれども、あの、その未熟な人間がなんとかあのもがきながらあの自分の人生を築き上げようとしていくっていうのが、あの日本の文学のあのまあ、オーソドックスみたいなところがあったと思います。でそれに比べて吉田健一はものをあの書き出した当初からあの文学には文学は成熟した人間がいることだっていうあの意識をあの持っていた。そこからさらにあの、老いというものが人間にとって一番豊かな時代のはずだというそういう意識もあった、ようです。あの吉田健一の文章まだるっこしい文章で、あの一読して意味がさっと頭に入ってこないというところもあるんですけれども、これは逆に言うとあの何度も繰り返し読むに値する、あの2度3度目を走らせることになるわけなので、そこにその言葉がどういうふうに言葉 の, あの特有のある速さでというか、むしろ遅さでですね、ゆったりした遅い時間で言葉が流れているのかというのことを体感することができる、あのそういう意味であの吉田健一の文章なんか牛のよだれみたいにだらだら続いていくとか、あの悪口言う人もいますけれども、何言ってるのか分からないという人もいますけれども、あのそんなことは決してないんですね。彼はあの言いたいことある意味はっきりあのしています。でそれをあの彼が言葉が自分に頭が浮かぶ通りのリズムであの語っていくところから来ている。あよしたけんじさんね、本当に充実した内容で、何が一番印象に残りました。やっぱり吉田健一の英文の手紙が結構ね、直筆のものがありましたでしょ、はい、あれなんかちょっといろいろついね読みふけってしまいましたけど、ね、あれはやっぱり本当に昔ながらの古典的な英語で、いや結構その、はい、なんていうんですかね、きっちりした英語で書かれていますよね。筆記体だから結構私なんかにも読めるぐらいの単語レベルで、本当に綺麗な字体がありましたね、うん、そうですね。一番印象なことはやっぱり手紙ですか。まあ資料としてはそうですね、あの本当に吉田健一っていう人のなんていうのかな、あの豊かな交友ですかね、それと本当に文学的なあの、まあ、幅の広さっていうものがよく分かった写真で集めるのですね、はい、で実はですね、我々あの武田先生と一緒に、柏達夫さんはもう編者で、吉田健一再び、あの共演帳をね、あの2019年出したんですよ。ですが、あのね、今回実は吉田健一の機会にまたあの重大発表、重大発表ですね来年、来年春頃刊行予定、うん、あの今回武田正明先生も編集に加わっていただいて、あのカウントナオ、武田正明先生、そして、ね、あの柏達夫さんの編集で、編纂で吉田健一の世界がというものが国書刊行会からさらなるあの専門家たちを揃えて、相当な席が立ちですよね、うん、もう
さらにパワーアップして、うん、まあ、私のものはともかくとして、あの素晴らしい執筆陣がさらに加わるわけです、はい、この人が書くのっていうような、うん、あのもう笑いの学者さんとか、はい、もしくはあのああもうの本屋だったこの人やねみたいな人とか、うん、あとはそう例えば三島由紀夫だったらこの人やねとかいう、うん、そういう多角的な今回は、うん、こちらはどっちかというと入門書だったし、もう今度はありとあらゆる角度から吉田健一の本陣、この人も書くんだみたいな方、万華鏡のような、あの吉田健一の世界を国書館公開から来年うまくいけば春に発売予定です、ぜひそれも楽しみにしていてください、ぜひお楽しみにしてください、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、本日はありがとうございました。大野と申します、僕はあの吉田健一の言語観にすごく興味を持っておりまして、で、まあ、それが珍しいっていうところで止まってしまうと少しもったいないと思っていて、まあ、彼を掘り下げていくと、まあ、そもそも人間と言葉の関係とかについていろいろ言えるんじゃないかなと思っています。伊達清信と申します。あの吉田健一をあの読むようになったのは20代半ばぐらいなんですけど、私は別に英文学とか文学とかではなくて宗教学なんですが、ちょうどその頃結構いわゆる、まあ、あの焦燥とか、まあ何ですか、まあ、そういう、吉田健一が昭和10年代ぐらいになんか体験してたようなのがなんか自分にしっくりきたっていうことがあって集中的にあの読んでました。あの文学が文学でなくなる時っていうのがあると思うんですけど、あれでなんか宗教学が宗教学でなくなる時みたいな感じで、ちょっと当時 の, あの、まあまあ、若い時のですね、あのこう自分の周りとか環境というか、まあ、研究がなかなかうまいようにいかなかったりとか、いろいろこうあの反問ですね、反問を抱えてた時に吉田健一を読んで、まあ、なんかまあ救われた気がするというか、そこで一時期まあ集中的に読んだっていうことがあるんですけど、でまあ吉田健一と宗教ってまあ一見その関係ないというか遠いように見えるけれども、でもまああのそういう観点から宗教と世俗、うん、その視点でまあ読み直してみることができたらいいかなというふうに思ってます。吉田健一展、非常に充実した展示で、まあ、今ちょっとあの会場に併設されている場所で、少しこちらの図録の方をですね、読んでいたんですけれども、まあ、この展覧会ではあの図録の方もまあ販売されていまして、こちらの図録があの、まあ、たまたま私学生時代に指導していただいたこともある藤川義行先生があの解説文を書いていらっしゃって、その解説文が本当にあの吉田健一の人生と、まあ、著作活動ですね、まあ、それをですねあの実に感にして用を得たあの文章であの紹介されていて、あの、まあ、展覧会場で読んでもあの非常に参考になるんですけど、やっぱりこうやって改めて図録の中であの、まあ、自分で持ってじっくり読むっていうことができるのはとてもありがたいですね。そしてもちろん言うまでもなく図録ですから、あの展覧会で展示されていた貴重なあの資料、まあ、手紙なんかも含めてですね、収録されていて、写真も結構面白い写真がありますよね。あの見ていて笑っちゃったのがこの、まあ、あのぜひ中を見ていただきたい、あるいは展覧会場で見ていただきたいんですけど、ビールジョッキを前にしたあの吉田健一の写真ってありましてね、これなんかビールの酒量を競うコンテストに参加した時の写真ってこのあと吉田は口直しにウイスキー、ブランデーを大量に飲み、それまでの過労もたたって翌日に胃潰瘍で倒れたという、なんかちょっと、まあ、ちょっと最後、まあ、笑っちゃいけないような感じのエピソードですけどね。でそのあと、まあ、この図録にもあるかな、なんかあの、展覧会場ではあの
確か中村光雄からの吉田宛ての手紙っていうのもあって、まあ、もうちょっとお酒は楽しむ程度が良いんじゃないですかみたいなことなんか書かれてる手紙なんかも展覧会では、ね、展示されていましたけれども、まあそういった貴重なと言えばいいのかな、興味深い写真なども収められていますし、そうですね、いろんな作家評論家、今たまたまパッとページを開いた江藤淳と一緒に写ってるやつとかもあったりしますね。もちろん家族とのね写真、まあ、父茂と、まあ、子供たちと一緒に写ってるものとか、本当に貴重な写真がたくさんあるんじゃないかなと思いますね。で、原稿もしっかり、そして最初に申し上げた藤川先生 の解説文もしっかりです。もうこれほどなんていうのかな、充実した図録が先ほど聞いたところではこれが確か900円ぐらいで販売されて、つまり1000円もしないということでね、お値段的にも大変お買い求めやすくなってるんじゃないでしょうか。ぜひもし来場された方でね興味があれば購入されるといいかなと思います。